江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、意外に日本に毎年ロイヤリティを払って買わなければならない野菜や果物ということでですね、スレッドが上がったのでご紹介したいと思います。まず写真からこちらですね。ちょっとなんて書いてあるかはわからないんですけども、こっからかな。はい、リンゴなんか 77% があれかな、ロイヤリティがかかってるってことかな。はい、これなんだろう、みかんかい、柑橘類か 94%、 これ梨か 85%、 で、ぶどう、ぶどうもあるのね。はい、でこれ書き込みはあるんで、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。このうちリンゴ、梨、みかんは品種保護期間25年の満了で今はロイヤリティを支払っていない。ブドウ、シャインマスカットのケースは日本側で品種保護申請をしていなかったため同様にロイヤリティを支払っていない。しかし玉ねぎ、白菜、キノコなどのものは未だに日本が種子特許権を保有しているため年間数十億ウォンのロイヤリティを支払っているという。ロイヤリティ払って正常じゃないの、はい、なんか文句あんのかな。じゃあですね、こちらに対して警告の反応いきましょう。はい、それでは一人目こちら。えのきだけも英語でえのき、ムシュルームもなんだよな、わらわら。日本が最初に開発した品種だからだろうか。えのきは価格もかなり安いし調理も簡単だから素晴らしい。これだけロイヤリティを支払っててもきちんと日本から買って育ててるのか。国際法で定められているので、 IMF の時に種苗会社がほぼ全て倒産してしまって、西洋唐辛子のような国産品種も全て売却してしまったという話を聞いたことがある。これなんだよな、日本は元から種苗会社が K 国よりも先進化されていたのに IMF 以降日本企業や他のグローバル企業によって K 国企業の種苗が買い叩かれて、さらに格差が広がってしまった。実はハンラボン、ミカンとデコポーの交配種が日本の果物だと知っている人間がほとんどいない。名前をハンラボンに変えたから知らない人が多い。シャインマスカットだって日本のものだ。渓谷産イチゴのようなものを他にもたくさん開発する必要がありますね。そのイチゴでさえおそらく日本の品種を交配させたものだと思う。個人には種子を開発する技術も資金もない。そして企業の立場でも種子を開発しても販売先が少ないから参入しないと言われている。現在存在する種子関連企業の特徴がどこも零細企業ということを考えると本当に絶望しかない。これを不買だと騒いでるコミュニティサイトに貼り付けたらどんな反応を見せるだろう、わら。そうだね、柑橘も梨もリンゴも食べちゃダメだよ。品種開発には途方もない費用と時間がかかる。だからこれから自分たちで作るよりは日本から買った方がむしろ得かもしれない。実は例も一部を除けばほとんどが日本の種子だったりする。日本製を使わないという愛国者の方々はもちろん食べないんですよね。玉ねぎ、白菜か。あれだけ渓谷で消費される玉ねぎがほとんど日本の品種、知らずに食べてました、ブルブル。自分たちで作るにしても新たな品種を開発する必要があるんだが、開発したものが結果的に既存のものを上回れるかどうか疑問だ。ああ、そこもあるね。はい、じゃあですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではね、上の方からいきますかね。意外にってなんだよ、まともに払ってないだろ、当たり前のことだろ。あ、シャインマスカットとかイチゴもあるやろ、さっさと耳揃えて払え。ゼロから開発した農産物なんてあるんかよ。国家時代にロイヤリティが発生しているんだけど、意外じゃねえよ、被害受けてんだよ日本は。デコポンは勝手に作ればいいけど知らぬいはやめろ。文句あるなら食わなくていい。あれだけ自称キムチ創始国歌って白菜は日本産なのかよ。ロイヤリティ払ってるのにまずくするってすげえなお前ら。確かにね。まあシャインマスを払ってないけどさらにまずくなってんか。は、
それは特許持ってれば普通だろ。お前らはそれに文句言ってるのか。だったら購入するな。種苗会社が倒産ってか、儲からないからやめただけだろ。農家ロイヤリティの対象だけど流行っているとは言ってないんだ。あれれ、白菜って渓谷さんでは必需品なんじゃないの。なんで自国で開発できてないんですかね。わらわら。まず自らが荒廃し露出性率高めろ。滝井種苗を勝手に持っていくな。さあお前ら、これを知った上で不買しろよ。日本よりいいものをって感覚がない。例は寒冷地栽培に耐えるこの性質だけで元は日本産。軽にはそもそも原種がないだろ。それじゃ品種改良とかできんよ。挑戦する前に諦めるから成長しないんだよお前ら。わら。いや、私は諦める方が正解だと思う。無理してやる必要ないよ。今年新潟で猛暑に強いコシヒカリ発売されたけど、間違えてもパクるなよ。デコポンは栽培難しいから無理じゃね。日本は原種があるから観光で原種の場所とかあるが、軽はねえだろ。そりゃ手間暇をかけるってことできないもん。努力は報われるとは限らない。だが成功者は全て努力している初めの一歩の会長さん。おはい、ということでね、それでは皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。